おはろう版は説です。今回ですね、ダウンロードコンテンツ第3弾ディセントの新マップ、やっとマッチングしたね、ここエンパイアというステージでやっていきたいと思います。本当にね、これ俺ダウンロードしたかっていうぐらいマッチングしなかったステージだったので、今回ねやっとマッチングできて嬉しく思います。そしてですね、ここのマップは、まあ、見てねわかると思いますが、 BO2 の頃にあったレイドというマップのリメイクマップになります。でやっぱりね、こういろいろ再現されていて、この銅像はなかったような気がするけど、車とかいろいろね、こう真ん中のとことか、よっしゃ、真ん中のとことかね、かなりこう再現されていて、だいぶね、真ん中ら辺もね、BO2 の頃、激戦区だったんでね、まあ、熱いんじゃないかなと思います。この辺りで立ち回るのがね、いいと思うんですけど、よっしゃ。片付けた。でもやっぱ、どうだろうな、真ん中かな、やっぱ。あ、そっか、俺今回スカベンジャー持ってきてない。よし、スカベンジャー持ってきてないからね、相手の、てかなんか敵というか、結構人数が少ない。よし、ヒートウェーブ。やっぱ強いよね、このスペシャリストは。すごい頼りになる。で、やっぱ作りは一緒だから、どうだろう ?BO2 と比べてリスポンも変わってないのかなと、随分とご挨拶してくれますね。待っとこうか。多分顔出してくると思うんだよね。イエス。どうだろう、リスポン変わってんのかな。変わってなかったらここから来ると思うんだけど。おっと、危ねえ。ちゃんとね、プールとかもあるんですよね。でも、BO2 のこの、あ、プールか、あれも。真ん中ら辺に集まってくれるといいんだけどね。これ、サプリスターつけてこなかった方が良かったやつだよね、これ。完璧そうだよ。発砲音で近づいてこないから。この辺りね、結構暑かった気がするんだけど、いかんせん人数も少ないから、来ないな。ただね、この BO2 の頃のレイドと比べてだいぶ作りが派手になってますな。なんか、あそこもなんだろう、人の家、豪邸かな?これも。なんかレイドの時も多分豪邸みたいな感じの作りだったと思うんですけど、ここまで派手じゃなかったもんな。よし。このスペシャリスト、ほんとせこいよね。ああいう使い方されたら絶対勝てないもんね。よっしゃ、いただきます。そろそろ、あれかな?人数も増えてきた頃かな?リスポンしてきそうな感じもするけどね。奥にいる。なんだ?おお。もう何体かいたー。でもいいか。UAV まで行ったから。これで、敵の位置を確認して、後ろが来そう。来ないんかい?え、いる。よっしゃ。来ないかと思ったよ。前に一人。あれいけるかな?無理だね。弾もない。そっか顔出してくるよね。よし。やっぱマップ分かってるとね、いいね。ここに、いないな。いないな。そのまま先に、いた。けど、こっちから回っていこうか。さあ。勝負だ。よし。オッケー。ヒートウェーブにかなうものなんていないのさ。向こうを顔出すかな?ね、厳しいね。この武器ね、結構やっぱレート高いからね。反動もでかいから。遠くの敵倒すのね、難しいんですよ。結構近距離系のアサルトレフルだからね、これ。よっしゃ。そこでスナイパーっぽいのが、うわぁ。うめえなぁ。今のすごい。やっぱ真ん中に行こうかね。いますか?誰か?いませんか?奥の方かね?だいたいこっちら辺もね。いけ、ノーマットだったな。ここら辺も熱いはずなんだが。よし。エネミーダウン。おお、倒されてる。来ない?
よし。やっぱ奥、うん、奥というかさっきの場所と、あと左側だね。そこがリスポン地だから。今、撃ってるとこね。ここの辺も、よし。ここら辺もね、リスポン地点だからね。やっぱ BO2 やってると、だいぶマップの、マップもね、分かってるから。かなりいい戦いができるんじゃないかなと思うんですがな。どうだろう。勝てないね。うん、やっぱこう、ここにリスポンするということは、めっちゃ荒ぶってたよ、俺今。ここにリスポンするということは、やっぱ変わってないみたいですね。あらん、うまい。ね、よくここでね、見張ってね、倒したりとかしてたよ。よし。ヒートウェーブ溜まった。攻めていこうか、ガンガン。後ろから来てるな。まあ、前のを倒しつつ、ヒートウェーブやってからの OK。いい感じ。うわ、すげえ。床ドンしてる。彼も倒せた。よっしゃ。後ろから6発で、あれ、テンペスト撃ってるね。いる？いないな。後ろかきそう。戦ってる。倒せるか？あ、ダメか。中に入っていったと思うからね。危なかった。UAV 出して、相手の敵を、敵じゃねえ、相手の武器を拾う。相手の敵ってなんだ？あ、ダメか。弾がないな。よし、なんだか倒した。おお、そっちから来るか。ヒートウェーブ。あれ、こっちに来ないな。近いね。戦ってるな。リスポーンしてくるかな。やっぱそっちから来るか。いや、まあ、横にいるかなと思ったんだけどね。こう、戦って倒した敵がリスポーンして、あそこから来るなと考えすぎていましたね。今のは。いや、なんかね、やっぱ、左側からも来そうな感じはしてたんですよ。ダメだね。やっぱこう、来るかなと思ったら、そこ見ないと、クリアリングしないとダメですね。ああ、よく見たらここ貫通しなくなってんのかな。結構コンクリートの壁がだいぶ厚くなってるから、あそこめっちゃ壁抜きできたんですよね。どこどこ？後ろです。敵のを拾って、魔王を、イエス。あと2人だ。ここで戦うのはいいかもしれないな。ここで立ち回ろうか。スナイパーがいる。上から行って、よし。ヘッドショット、危ない。いけるか？よっしゃー。はーい。ということで、今回は、ダウンロードコンテンツマップ、ディセントの、第3弾のディセントの、エンパイアというね、BO2 レイドのリメイクマップで、なんとか1位を取れました。エンパイア、帝国とかね、こう、帝王とかっていう、なんか、皇帝か。っていう名前の、まあ、由来っていう意味かなんですけどね。まあ、ということはやっぱここはその国王か何かの家なのかなみたいな感じはしますね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回をよろしければ見てください。それじゃあまたね。